企業成長の秘訣を創作する番組、マギー真嗣の企業マジック発見。マギー真嗣の出身地宮城県で成長著しい企業、北斗観光株式会社の成長した種を明かします。どうもこんにちは、宮城県出身のマジシャンマギー真嗣です。というわけで今回も始まりました、マギー真嗣の企業マジック発見。さあ今回もですね、なんと僕の出身宮城県ででっかくなっちゃった企業、北斗観光株式会社さんにお邪魔したいと思います。北斗観光株式会社は宮城県仙台市に会社を構え、夢広場ニューセブンやスロットハウス武蔵といった遊技場を展開する企業です。北斗観光ではお客様がスタッフを育てるといった取り組みを行っています。さあというわけで先週に引き続き夢広場ニューセブン南吉成店にお伺いしてるんですけども、実はですねちょっと変わったものを見つけたんですよ。これなんですよ、見てください。スタッフ総選挙ですよ。ちょっとこれ気になるんですよね。あ、すいません、ちょっとよろしいですか。はい、すごく気になるんですけども、はい、これはどういったものなんですか。ご来店いただいたお客様に一票をいただいて、はい、スタッフが育つ、そういった環境を作っております。システム、あ、これですか。はい、わ、すごい面白い。これ見てください、昔駄菓子屋にあったようなやつですよ。これだ。これに投票券をこうやって入れていくんですか。そうですね、はい。すみません、私も参加してましたので。あ、本当だ。じゃあお隣の方に1票ね。というこういう形なんですか。1位になった方っていうのはいらっしゃるんですか。どういった方なんですか。こちらのポスターに記載させていただいておりますけれども、あら、2人、はい、男性部門、女性部門となっております。はい、すごい。ただいま呼んでまいりますので。あ、いらっしゃるんですか。はい、うわ、会いたい。総選挙1位ということで、すごいですね。何かこのやっぱり商品ってあるんですか。笑顔でいいねって言ってもらえるような接客を心がけてやっております。彼女はやっぱりデートしたりとか。そうですね、そういった裏工作はしてないんですしてないんですか。してないんです、残念ながら。どこがポイントなんですかね。何か迷ってることがあったらお声掛けしたりとか、あとは困ってることがあったらっていう、多分そういうのもあるかなと思うんですけど、やっぱり一番は笑顔でお話しするっていうことかな。実際に1位になったことって何回目ですか。3回くらいです。3回ぐらい。やっぱりもうアイドルだね、この中で。どうなんですか、1位初めてですか。自分初めて、はい、ならせていただきまして。働いて何年ですか。こちらに来てまで約1年ちょっとぐらい。約1年で、はい、やっぱりこれって総選挙っていうものがあることによって意識することってあるんですか。はい、お客様にしっかり見てもらってるっていう意識と、まあ、ありますので、今後も継続してやっていきたいなと。長谷川さんは2位なのにね。本当に素晴らしい1位おめでとうございます。またあの1位を、ね、常にこう継続できるようにこれからも頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。なるほどですね、お客様がスタッフを育てるという発想は新しいですよね。やっぱりそうやって選ばれることを意識するとサービスもどんどん良くなっていきますからね。これが企業をでっかくしちゃうマジックということなんですかね。いや、今回もびっくりして耳がでっかくなっちゃった。次週は本部にあるデザイン室に潜入します。